もうこんな時間か。動物たちの世話に夢中になってたら意外と時間食っちまったぜ。遅かったな、一条楽。え、つぐみ？何してんだこんなとこで。それに遅かったなって。うん、実は貴様を待っていた。一条楽、一つ私とゲームをしないか？は？なんだよいきなり。今から1時間後、ビーハイブの屋敷内で室内戦闘演習が実施される。貴様もその演習に参加しろ。はあ？なんで俺が？お嬢の恋人を名乗るからには貴様にもある程度の戦闘経験は積んでおいてもらわねば困るからな。さもなくばいざという時お嬢を守れまい。だからって自慢じゃないが、俺は喧嘩だってまともにしたことないんだぜ。そんなことで胸を張るな、情けない。安心しろ、戦闘演習とは言っても貴様に戦ってもらうつもりはない。貴様はただ逃げていればいいだけだ。そうなのか？ああ、銃弾が飛び交おうが火の手が上がろうが、ただひたすら逃げ続ければいい。己の身も守れずしてお嬢を守ることなどできるはずもないからな。まず最初はそこからだ。今銃弾とか火の手とか言ったよな。それほとんど実戦じゃ。先ほどからうるさいやつだな。貴様はやるかやらないか、それだけ答えればいいんだ。っていうかやれ、絶対にやれ。断ればどうなるか分かってるだろう。そんなほとんど脅しじゃねえか。いいから答えろ、時間がもったいない。わかったよ。それじゃあ。やってやら、絶対逃げ延びてお前を驚かせてやるからな。ほう、それは楽しみだ。見事逃げおせたらプレゼントを一つやろう。では早速開始するぞ、ついてこい。こちらつぐみ、一条楽、聞こえるか？ああ、バッチリ聞こえるぜ。所定の位置にもついたようだな。では説明を開始する。ルールは至ってシンプルだ。敵の目をかいくぐり私の元へたどり着けばお前の勝ち、途中諦めたらお前の負けだ。ただし屋敷内にはビーハイブの者たちが貴様を探して歩き回っている。彼らに見つかれば命の保証はない。以上。え、おい、最後んとこざっくりしすぎだろ。捕まったらどうなるんだよ。そうならないように逃げてみせる。ではスタートだ。くそ、こうなったらやるしかねえ。マジで逃げ延びてやる。逃がさんぞ。よし、チェックポイント通過を確認した。次のポイントへ向かえ。なあつぐみ、これまだやんのか？
当たり前だ。チェックポイントはまだ2つある。え、マジで？焦らず慎重に行けよ。エージェントが任務から帰ってこられない時のほとんどの原因は焦りと動揺によるものだからな。一応聞くだけ聞いておこうと思うんだが、任務から帰ってこられない時ってどんな時だ？聞きたいか？いや、やっぱいい。血みどろトークの予感しかしねえ。それでいい。集中しないと本当に帰れなくなるぞ。くそ。遅いぞ一条楽。本物の戦闘だったら今頃は仲間に置いてけぼりにされているところだ。なこと言ったって、俺はその本物に出くわさないようお天道様に顔向けて生きていくつもりなんだが。何を甘っちょろいことを言っている。人生いついかなる時にも危険は潜んでいるんだぞ。例えばそうだな、この前私が魚の鍋料理を食べに行った時のことだ。普通の料理屋と思っていたら、これがとんでもない場所だった。どういうことだ？私がおすすめの食材を尋ねると、店主が不気味な笑顔を浮かべて、ねっとりとした猫なで声で言ってきたんだ。お客さん、今なら鉄砲が旬ですぜ。とな！え？身の危険を感じた私は、瞬時に窓を破り、そのまま外へと脱出した。あのまま店にいたら、殺されていたかもしれない。あのさ、それって…世界一安全と言われるこの国にも危険な場所はたくさんあるということだ。よくよく覚えておくように。鉄砲ってフグのことだろ。言えねえな、このタイミングじゃ。上場だ。ゴールは近いぞ。本当か？ああ、だが油断するな。次のエリアに待ち受けているのはプロレスの元世界チャンピオンだ。貴様ごときの体つきではあばらの 2,3 本は余裕だろう。見つからぬよう冷静にな。冷静でいられるか。くそ、余計な情報を教えやがって。とはいえ自分の意思で参加したことだからな。なんとか最後までやり抜くしかないぜ。その息だ。お嬢の恋人たるもの、それくらいの覚悟がなくてはな。死ぬかと思った。よくたどり着けたな一条楽。今回は素直に褒めてやる。大したものだ。こんな風につぐみから褒められるなんてすげえレアなんじゃねえか。なんかちょっと恥ずかしいな。では約束通り貴様に褒美をくれてやろう。
褒美？これだ。これはイヤリング？ああ、私の先輩にジェシカという女性がいてな。その女は常に綺麗でいろって時々そういうアクセサリーを送ってくるんだ。へえ、結構高級そうだよなこれ。だが私にはどうも似合う気がしなくてな。正直持て余していたんだ。だがお嬢ならきっとこれも似合うだろう。貴様から渡して差し上げればきっと喜ぶさ。そうか？別にお前がつけたって全然似合うと思うけどな。私が？いや、私はそういうのは苦手だし必要もない。だから貴様にやる。捨てるなりお嬢にプレゼントするなり貴様の自由にしろ。そっか、そういうことならもらっておくわ。サンキューつぐみ。ああ、ご苦労だったな一条楽。へのーのー楽よ。なんだ、俺はもう寝るぞ。お主の布団に入っていいか？はい。なんだよ突然って。おい、入ってくるな。もう寝てんの？やれやれ、しょうがねえな。はいはい、起きますよ。よし、朝食の準備すっか。聖四郎ちゃん、ラク、ちょっとこっちに来てくれ。なんだアシュ。その写真の束は一体？実は文化祭の時の写真なんだよね。二人にも見てほしくてさ。もうちょっと前のことなのに懐かしいな。あ、でもこれ客席からの写真だよな。どうやって撮ったんだ？しかもまるでプロのカメラマンが撮ったかのような出来だな。知り合いのプロカメラマンに頼んだからね。クオリティは一流だぜ。相変わらずお前の人脈ってのはよくわかんねえな。見ろ、貴様も映っているぞ。ロミオの衣装はさすがに凝っていたな。こっちは聖四郎ちゃんの告白失敗シーンだよ。ブブ。そういえばあの時の借りをまだ返していなかったな。やば。あー、ほら聖四郎ちゃん、これあげるから許して。これはジュリエットに扮するお嬢の写真。お美しい。どうでしたろ、いい写真ですやろ。うむ、これに免じて許してやる。へへ、毎度。何やってんだか。おっと、それよりも本題だ。本題？いや、この人の写真なんだけどさ、直接渡すにも渡せないし扱いに困ってるんだよね。あ、こいつはクロード様だな。勝手に乱入してきた時はびっくりしたよ。面白かったから別にいいけど。いや、俺は普通に引いたぞ。衣装まで着てやがったし、あれ自前か？演劇部に借りたらしいが、なんというかすまない。とりあえずこの人の写真は聖四郎ちゃんに渡しておけばいいかい？そうだな、私が預かっておこう。多分本人もお嬢と一緒に写っている写真は死ぬほど喜ぶだろうから。それにしても私の写真、一条楽も一緒に写っているのだな。ん？なんか言ったか？なんでもない。そうか？
俺がどうとか言ってたような。とにかくお嬢とクロード様の写真とついでに私の写真も持っていくぞ。じゃあな。あんなに大事そうに胸に抱えちゃって、よっぽど気に入ったんだな千棘の写真。まったく、我が親友ながら鈍感すぎて呆れるな。聖四郎ちゃんもかわいそうに。ん？次は体育か。着替えて準備しねえと。だれだ？あ、だれだ？誰って、そりゃもちろん。その声はつぐみだろ。正解だ。お前がこんなことやるとはな。私だってこんなことしたくはなかったんだ。罰ゲームでお嬢の友達に言われて仕方なくだな。ああなるほど、だよな。ああびっくりした。授業終了とともに即いなくなるとは。お嬢、私を巻くのがすっかりお上手になられましたね。しかしお甘い。放課後は確か飼育係の仕事が残っているはず。居場所はバレバレです。どれ、一条楽の観察がてら様子を見に行って。どういうことだ。一条楽の名を口にしただけでこの胸の苦しさ。私は一体どうしてしまったのだ。なぜだろう。飼育場に行きたくない。行くことができない。お嬢を見守り一条楽を観察する、それが私に与えられた任務。行かなければならない。なのになぜ、なぜこの足はこんなにも重い。あ、つぐみ。お嬢。お嬢、その涙は。ごめんね、また後で。お嬢。どういうことだ。なぜお嬢が涙を流して。まさか一条楽、あいつに何かされたのか。許せんぞ。ったく、何が小屋の掃除なんか楽勝よって。ブンブンほうきを振り回しやがって。それで目にゴミが入ったって泣いてたら世話ないよな。はあ、あいつが目洗ってくるまで一人で掃除進めとくか。おう、どうしたんだクラッシャーかと。ビューティーエーデルワイス桜子、ハンクス村松越後、それにキャノンボール黒川三世まで。なんだ動物たちがすげえ怯えているような。一条悪。おう、つぐみ。なんだお前、なんかいつもと雰囲気違うような。お嬢に何をした。ん、何のことだ。とぼけるな。
ちょっと待て、ちゃんと話をしようぜつぐみ。俺が何をしたってんだ。言ったはずだぞ一条楽。お嬢を悲しませた時は容赦しないと。だから何のことだよ。この後に及んでとぼけるとは。貴様にはシオにも恐ろしい地獄を見せてやる。覚悟しろ一条楽。うわ、話を聞けって言ってんだろうが。殺せ。話せよ。殺せ。くそ、ダメだ、とりあえず逃げるしかねえ。なんとか逃げられたか。どこに行った。一条楽、ダメか。相手はプロだ。このままじゃいずれ見つかっちまう。なんとかあいつを冷静にさせないといけないけど、どうすれば。おっ、ってなんだ、血とげか。ちょっとラク、私が目を洗ってる間にどこ行っちゃったのよ。私一人に掃除させる気。それがなんかよくわかんねえんだが、つぐみに追われている。はあ、どういうこと。わかんねえよ、なんかお前を泣かせたとかどうとか。私があんたに泣かされた。そんなバカなことあるわけないじゃない。とにかくこのままじゃ俺が殺されちまう。助けてくれ千棘。あ、わかったわ。でもあの子、一度火がついたら止まらないとこあるしな。ともかく口で説明するより先に私とあんたが仲良くしているところを見せれば落ち着くかもしれない。なるほど、だったらまずはお前と合流するのが先決だな。そうね、その上で私がつぐみをなだめてあげる。一条楽、今すぐ出てこい。ここも限界か。ちとげ、とりあえず中に来てくれ。俺もなんとか合流する。しょうがないわね、後でなんかおごんなさいよ。とにかく千棘と合流するんだ。私は屋上に向かうからあんたも来て。え、なんでそんなとこに。狭い廊下でつぐみに暴れられたらみんなに迷惑がかかるでしょ。あ、確かに。オッケー、じゃあ作戦開始。了解。って階段登ってる割には全然息切れしてねえのな。何言ってんの、こんなの廊下に段差がついただけじゃない。人がいなくて走りやすいくらいだわ。いや、俺にはその理屈はわからんが、とにかくこっちもすぐ向かう。
上に着いたわよ。悪いが、こっちはもう少しかかりそうだ。結構警戒が厳しくてな。わかった、待ってるわ。知ってるだろうけど、火がついたあの子は怖いから、くれぐれも捕まんないよう気をつけなさい。あと、付き合ってあげた埋め合わせ忘れないでよね。えいえい、回りましたよ。じゃあもう切るぜ。よし、あとはこの階段を登れば屋上に。見つけたぞ。うわあ！貴様のことは多少なりとも信用していたのに。待て、上に千棘もいるからちゃんと話を。いい、もう何も話すな。私が愚かだった。お嬢を泣かせるような輩に心を動かされていたなんて。貴様のことなんか、貴様のことなんか大嫌いだ。ここまで来て。なんか頭がズキズキする。目が覚めたようだな。え、あまり動くな。貴様は頭を強く打っているのだぞ。まあ、それも全て私が悪いのだが。あ、そうだ、俺お前に見つかっちまって、なんだかとてつもない一撃を受けた気がするんだが、思い出そうとすると頭が。今お嬢が保健室に氷をもらいに行ってくださっている。しばらくはこのままじっとしていてくれ。このままって、お前の膝の上でか？それは、その…怪我人を固い地面に寝かせるわけにもいかないだろ。けど…いいから、黙って寝ていてくれ。私だって、それなりに恥ずかしいんだから。一条楽…なんだよ。その…事情はお嬢から聞いた。すべて私の早とちりだったようだな。本当にすまなかった。え、護衛の身でありながら当のお嬢にも迷惑をかけてしまったし、私は護衛失格かもしれないな。確かにつぐみが悪いんだけど、ここまで落ち込まれると後味が悪いな。仕方ね、ここはちょっと元気づけてやるか。私はダメだな。お嬢のこととなるとすぐ頭に血が上ってしまう。それはそうだが、貴様はそれで納得できるのか。私は貴様にひどいことをした。それは動かしがたい事実だ。今回は貴様にもお嬢にも迷惑をかけてしまった。だからここはやっぱりしっかりと謝らせてほしい。いいとはどういうことだ。私らしさだと。貴様は暴力を振るわれてなぜ笑っていられる。くそ、なんだこのモヤモヤは。そうだ、何か私に償いをさせてくれないか。どんなことだってやってみせるぞ。そういえばお嬢と貴様は動物小屋の掃除をしていたんだったな。それを手伝うだけでいいのか。わかった、全身全霊をかけてきれいにしてみせよう。ありがとう一条楽。
っと笑ったな。お前は落ち込んでるより怒ってたり笑ってたりコロコロと表情を変えてた方がいいぜ。怒ってたりは余計だろうが。そうだな、悪い、言い直すわ。つぐみは笑ってた方が女の子らしくていいと思うぜ。あれ俺なりに褒めたつもりなんだがダメか。いや別にダメではない。貴様は変なところで優しいな。そうか。ああ、まったく腹立たしい男だ。だがその優しさにお嬢は惹かれたのかもしれないな。いや、あいつに限ってそんなことねえだろ。そうだろうか。私は。ん？いや、なんでもない。さあ、貴様も目を閉じてゆっくり休め。お嬢が来るまでは私がちゃんと見ていてやるから。え、そこまで言っておいてやめるなよ、気になるだろうが。うる、さあ、いい。このまま永眠させてやってもいいのだぞ。すみません、黙って寝ます。ああ、それでいい。なんか気になる言い方だったけど、とりあえず元気にはなったみたいだし、よしとするか。これ楽。悪いよタマ、後にしてくれ。俺は今授業の復習で忙しいんだ。何が授業の復習じゃ。毎日毎日へいへいボンボン、波風立てずに過ごしよって。もうすぐ1ヶ月が終わってしまうぞ、良いのか。普通に平穏に過ごせたらそれで十分だろ。何焦ってるんだお前。お主がわらわを頼ってくれぬとなかなか線香になれぬではないか。線香？なんだそれ。美味なる稲荷寿司を食べて、ネットで遊んで、テレビを見て本を読む。なんじゃわらわのこの生活は、まるで天国ではないか。まずは怒ってるのか嬉しいのかはっきりさせろ。とにかくこのままではわらわは世に言うニートで終わってしまう。残りの数日間を有意義に過ごせるよう、楽もしっかり目的に向かって邁進するのじゃぞ。よいな、分かったら返事、あとお揚げじゃ。へいへい、よく分かんないけど分かりましたよっと。おい、おたま、そこをどいてくれ。急がないと遅刻しちまう。遅刻など知らん。わらわは暇じゃ。楽よ、今日は一日わらわと遊べ。今度の休みに遊んでやるから我慢しろって。今度の休みっていつじゃ。どんな願いでも叶えてやるからわらわと遊んでくれたもん。どういうダダのこね方だよ。お主が遊んでくれないのならわらわにも考えがあるぞ。覚悟しておけよ、楽のバカ。バカ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 。子供かお前は。